回のタイトルは、フォーブス大炎上、ホスキンソジラ業界リーダーが参戦です。ぜひ最後までお付き合いください。フォーブスの記事では、20数件のブロックチェーンプロジェクトに切り込み、それらをクリプトゾンビと表現したことで暗号通貨業界では大炎上しており、業界のリーダーの中にはこの記事を非難し、疑惑に対してプロジェクトを擁護する人もいました。フォーブスはトップ50のブロックチェーンネットワークを調査し、月間アクティブな開発者数、過去1年間に発生した手数料、ロックされた総額、時価総額と手数料の比率に基づいてランク付けしました。同レポートは、時価総額10億ドルを超える20以上の暗号プロジェクトは純粋に投機によって支えられており、多くをもたらすものではないと結論付けました。この攻撃はリップルとカルダノが主導するいくつかの人気プロジェクトを対象としており、その総額は593億ドルに上ります。他にもステラ、スタックス、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、ファントム、アルゴランド、テゾス、イオスなどがランクインしています。それぞれのコミュニティのリーダーたちはすぐに自分たちのプロジェクトを擁護し、この記事を却下しました。カルダノの創設者であるチャールズ・ホスキンソン氏は、自身のプロジェクトに対する攻撃を一蹴するために X に投稿し、ゾンビとの比較はプロジェクトに全ての知識があったためであると述べました。同氏の投稿には XRP 支持者も加わり、著者と記事を却下しました。 XRPL ベースのアノドスファイナンスの創設者であるパノス・メクラス氏は、この記事をナンセンスで誤った情報の素晴らしい作品と評しました。著者は明らかに誤解されており、自分が書いた作品の基礎調査を行いませんでした。残念ながら主流メディアに記事を書いて国民や大衆に抗議をする愚か者たちです。 XRP 擁護派の弁護士であるビル・モーガン氏は、 XRPL が誰も使っていないゾンビチェーンであるならば、なぜ SEC はリップルを倒すことに熱心なのかと疑問を呈しました。ステラネットワークのディファイエコシステムであるウルトラステラでコミュニティエンゲージメントを担当するエミール・ヤブズ氏は、ステラを擁護するために参加しました。正直なところ、適切な調査、コミュニティとの関わり、ステラの背後にある非営利財団への相談なしに、フォーブスがステラについてのこのような調査記事を発表するのを見るのは残念です。同氏はさらに、ステラの最近の大きな飛躍についても指摘しました。これには、ネットワーク上のウィズダムツリーの3億6500万ドルのトークン化資産を含むトークン化が含まれます。著名な独立系ジャーナリストのローラ・シン氏を筆頭に、暗号通貨関係者の一部は記事の内容の大部分に同意し、記事を素晴らしい記事と評しました。クリプトゾンビ。フォーブスは記事の中で、リップル社が世界的な送金を変革すると主張し続けているにもかかわらず、大規模な取り組みに着手できていないことを非難しました。リップルはスイフトに対抗できず、より効率的なステーブルコインにかつて持っていたわずかな市場シェアを失いつつあると主張しました。200億ドル以上相当の XRP トークンを保有する財務省も非難を浴びました。興味深いことに、攻撃された暗号プロジェクトの一部は調査結果と一致していました。イーサリアムクラシック協同組合のエグゼクティブディレクターであるボブ・サマービル氏は、報道機関に次のように語りました。 ETC はその歴史からほぼどこにでも上場されており、かなりの取引量になります。活動の多くは投機的なものです。フォーブスが攻撃の最も根拠とした指標の一つは、手数料に対する時価総額の比率でした。ウォール街ではこの指標は時価総額と売上高を使用します。例えば XRP は時価総額が360億ドルにもかかわらず、昨年は58万3000ドルの手数料しか稼げませんでした。これにより価格対手数料の比率は驚異的な 61,689 倍になります。この数字の大きさを理解するには、時価総額が2兆2500億ドルに達する前例のない成長を記録した NVIDIA の比率が37であることを考慮する必要があります。厳しく攻撃されたもう一つの指標は、資金調達と資金の溜め込みでした。クリプトゾンビのほとんどは将来の事業拡大のために何億ドルもの資金を調達しています。SEC のハウィーテストと同じです。例えばリップルは240億ドルの XRP を保有しており、運営資金として定期的に放出販売しています。ビットワイズアセットマネジメントの CIO であるマット・ホーガン氏は次のように述べています。それは、初期段階のベンチャーキャピタルファンドや資金を調達しすぎて、それを適切に展開する方法を知らない企業のようなものです。
国庫を投資家に返す方法はありません。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。